森山大道さんの展覧会やってるんですね。で、まあ森山大道、アラーキーっていうね、このまあでも二大巨頭って言ったらおかしいかな。まあ二大巨頭っていうかね、いう感じですよね。で、僕ね、森山大道さんのちょっとあんまり画像を撮れなかったんですけど、新しい作品が結構多かったんで、画像を撮れるところが非常に少ないんですけど、あ、でも結構ここ画像載せてくれてんな。新しい作品なんですよね、この辺ね。うん。東京ブギウギは全然古いと思うけど。でも一番有名な三沢の犬もちゃんとありますよ。ああ、森山さんのあれもある。あ、すごいな。IMA か。IMA ムービーって登録者数258人しかいないの。これちょっと登録しとこう。ね、このノリで皆さんも登録してくださいね。いいね、いいねボタンもどんどん押してください。でね、僕ね、森山さんなんで言いたか、まあ、言いたいの一個だけ。あのね、森山さんの作品で僕見てて気づいたんだけどね。ね、ちょっと違うところで。森山さんのちょっと作品ね、あれで、こっちで見てみましょうか。Google で見てみましょうね。でね、僕ね、気づいたんだけどね、森山さんの作品ってね、あ、これが一番わかりやすいわ。あ、これもそうだな。ん？キムタクなのこれね。違うじゃん。ね、これとかね、あ、これ、うん、まあ、これもそうだな。これとか。あのね、あ、これ宇多田ヒカルか。あのね、森山さんの作品ってね、あのね、全部ね、上から目線なんだよねって僕は思ったの。必ずしもそうじゃない、もちろんね、全部が上から目線ってそんなことないんだけど、基本ね、上から撮るんだよ。つまりね、あのね、下から見上げてる人のね、写真がすごい多いの。森山さんの写真あんま出てこねえな。これがいいか。違うな。なんかないかな。これとかにしようかな。これもあれか、宇多田ヒカルか。ダメだな、出てこないな。あのね、ちょっとなんかもうちょっと分かりにくいのしかないね。これにしよっか。これ面白いな。まあこれにしようか。あの、これもちょっとこうキュッと上見てるでしょ、この人ね。だから森山さんって少し高い位置から撮ってるのよ、相手の目線より。そういうの、森山さん大きいのかな、僕ちょっとお会いしたことないの知らないですけど、まあ、そういうのもあるのかもしれないんだけど、だからね、あ、これがそうだわ、これが一番いいような気がする。あ、これ、うん。これ上からでしょ。でね、これはまあ目線がついてないけどね、下から見上げられるっていうね、作品がすごい多いんですよ。で、僕ね、それ、ただね、ただ、当然だけどね、まあ森山さんスナップの人だけどさ、森山さんは決して人を見下してるわけじゃないんだよ。ただ単にその事実を撮ってるって感じなんだよね。彼らが森山さんを見上げてくるんだよね。カメラを持っているものを、シャッターを押すものを見上げてくるんだよ。だから実は森山さんのその作品ってすごくこっちにプレッシャーが来るのね。見るものにすごいプレッシャーが来るんですよ。なんでかっていうと、自分が見上げられているっていうことに耐えなきゃいけないのよ。あのね、バカにされているってことに耐えるっていうのはなんとなくわかるでしょう。でもね、見上げられている、つまり、なんていうか、自分より上だと思われていること、そういう視線に耐えるって、結構きついでしょう、実は。それこそ政治家とかもそうだと思うんだけどね。なんか。で、
特に何も何の社会的な関係もないけれども、社会階層的に構造的なものとして自分が上にいて相手が下にいると、でそれってなんかすごい罪悪感あるわけですよ。でもその時に森山大道は下に降りていくってことはしないんだよね。自分の位置をにいてその視線に耐えるっていうことをするんだよね。だから下から見上げられる視線に耐えるっていう形のオルタナティブっていうかな、な写真をやっぱ僕作ってるんだなっていうのがすごい分かった。だからこれはね、サッチンとかそのあるいはその新進の作家さんたちの写真を見てて、森山さんの特徴っていうのはを考えてた時に考えたっていうか、まあそれまあ単純に見てて思いましたね。うん、だからやっぱ森山さんすごいなと思います。ただ僕はやっぱりアラーキーが好きです。アラーキーが好きだなと思った森山さんの作品も欲しいなって思ったりするけどね。でもやっぱアラーキーだなーっていう感じ。アラーキーもすごい好き。うんうん、やっぱりその今の中に沈んでいくっていうかな、埋没してるよね。あれやっぱすごいと思うな。うん、そんな感じですかね。はい、はい、ということでね、まあ写真について話しました。まあ、僕は本当はね写真もまあ結構好きで、特にシュールレアリスムの写真がすごく好きなんですけど、だから横浜美術館のねあのコレクションがすごく好きで、これまあ横浜の近くに住んでたからかもしれないんだけどね、僕シュール好きなんですよね実はね。で、写真について、まあ今回はねシュールなものはなかったんですけど、あのストレートの写真ですねについて、ちょっと話しましたね、ということですね。はい、じゃあ生きるとか死ぬっていうことについてね考えなきゃいけないですよ、アートっていうものは。